れて売れっぱなしだね。では岸野監督です、昨日キャンプインされて今日は早速岡山とのトレーニングマッチでした、はいはい、監督のイメージされるゲームはできましたか？いやー本当まだまだっていう感じですね、はいはい、けどまあ、いろいろ見えたところもすごいあるんで、もうそれを、修正して次の試合にまたできるようにね、はい、いろいろよく見えたと思います、はい、このキャンプで特に強化したいところ、テーマなどあれば教えてください。そうですね、まあ、あの全体でサッカーどうやってサッカーできるか、要するに、ボール全体でしっかり奪えるか、奪ったボールをゴールに、とみんなでスピードアップしてね、いけるかどうかっていう、そこの精度を上げるっていうことだと思います。はい、今シーズン、あの補強たくさんされてますけれども、補強のポイントはどの辺にあったのでしょうか？そうですね、昨年ねちょっと人数が少し少なくて、まあ、なおかつ怪我にも多かったんで、まあ、チームとしてしっかりした競争原理がねできなかったんで、まず本当に、質の高い選手をたくさん、まあ、入れてしっかりした競争原理をチームの中に持ってきて、1年間しっかり戦えるようにね、怪我人が出たとしても落ちないように、ね、まあ、そこが一番大きかったかと思います。はいはい、特にあの気になるのが、うん、今シーズンの大型フォワードが多いですよね、身長も高い。うん、けどねそれもまあたまたまっていうか、はい、いろいろの関係の中からそういう感じになったんで、まあ、あの大きくて速くて上手くてのが一番いいんで、はい、まあ、たまたまだと思いますけど、はい、さて今シーズンの横浜 FC、はい、どの辺を目標にされてますか？いやもう
昨年ね18番っていう本当不甲斐ない成績だったんで、まあ本当チームの空気としてももう本当上に上がるっていうことが、まあ条件というかそういうものでいろいろこう動いていくっていうそういうチームだと思うんで、もうそこしかないのかなと、はい、それをみんなで一生懸命努力してね勝ち取れればいいかなと、はい、そう思います。はい、それでは今シーズンの横浜 FC に期待されているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、今キャンプ来てね、一生懸命練習して、いい状態で開幕を迎えられるように、開幕ダッシュできるようにねみんなで頑張りたいと思いますんで、はい、温かい応援よろしくお願いします。はい、それでは永井選手です。昨日キャンプインされて今日は早速岡山とのトレーニングマッチでした。イメージ通りにはできましたか？そうですね、まあまだ初めて今季 J のチームと練習試合だったので、はい、まあ、なかなか正直うまくいってないというか、まあいろいろ課題も出てきて、まあまあ、もちろん最初から、ね、うまくいくとはもともと思ってもいないので、まあ、いろいろ今逆に課題が出てくれた方がいいので、まあ、そういう感じで、まあ、決してイメージ通りという形はなかなか作れなかったですね。例えば、まあ、課題の一つとしてどういうものが挙げられますか？まあ、まだそのチームとしての選手全体的にそのイメージが、まあ、なかなかみんなまだ合ってないっていうのもありますし、まあ、その中でチームとしてどうやってボールを回して攻めるのか、チームとしてどうやって守るのかっていう、まあ、もう本当根本的にそういうところをもう少しすり合わせていかないといけないと思います。永井選手自身がこのキャンプで特に、まあ、強化したい点テーマなどあれば教えてください。まあ、コンディションをしっかり上げていくことが大事だと思うので、まあ、このキャンプ試合が多いので、まあ、試合の中で少しずつコンディションを上げていってっていう感じですかね。はい、今シーズン横浜 FC に加入されました永井選手自身がこのチームでどのような役割を果たしたいと思われますか？そうですね、まあ、試合を通じてそのとにかくそのチームとして J1 昇格という目標があるので、それにそのためにやっぱりその試合の中で結果につながるような仕事をやっぱり数多くしていかなきゃいけないと思ってます。岸野監督はどういう監督ですか？イメージとしては。そうですね、すごく人間的に温かい人なので、逆に本当にそういう、まあ一言では難しいですけど、もう本当に期待に応えたいというふうにすごく強く思います。はい、それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。そうですね、まあ、とにかく J1 に昇格するためにみんなで力を合わせてやっていきたいと思います。はい、それでは最後に期待されているサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、本当に力を精一杯出して戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。岡山とのトレーニングマッチでした。はい、イメージ通りにはできましたか？まあ、ちょっとこれまで積み上げてきたディフェンスだったり攻撃の形っていうのをうまく試合で出せるかをやったんですけど、まあ、まだまだちょっと課題が多い試合でしたね。はい、この日南キャンプで、はい、内田選手自身が特に強化したいところテーマなどあれば教えてください。そうですね、やっぱりチームの戦術をしっかり、みんなが共有して、チームとして機能するように、まあ、いろいろ声かけながらやりたいなとは思ってます。今シーズンからの加入となりましたが、どういう思いで入られましたか？いや、まあ、高校卒業して入ったチームなので、まあ、もう一回帰ってこれてすごく幸せだし、まあ、楽しみな気持ちが多いですね。今の雰囲気はいかがですか？すごくみんな明るくて僕をいじってくれるんで楽しくやれてます。はい、さて、岸野監督、はい、どういう監督ですか？まあ、やっぱり噂通り非常に熱い監督で、うん、勝負に対してもすごくこだわりがあるしついていきやすい監督ですね。はい、今シーズン内田選手自身はどういう役割を果たしたいと思われますか？
やっぱり得点に絡むようなプレーをしていかないとチームは上に行けないと思うので、まあ、ゴールだったらアシストっていうのを強く意識してやりたいなと思ってます。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。そうですね、やっぱり J1 昇格っていうのが一番の目標になると思います。はい、それでは最後にサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、このキャンプとハワイキャンプを経て、3月4日の開幕戦でいいゲームが見せれるように頑張るので応援よろしくお願いします。岡山とのトレーニングマッチでしたが、はい、イメージ通りのサッカーができましたか？はい、まあ、まだまだやっぱイメージ通りはできてないですし、まあ本当、まあ、僕もそうですし、ミスがまだ全然多いと思うので、このキャンプ中にまあ、みんなでこうすり合わせていけたら、はい、いいのかなっていうのを思います。このキャンプで特に、個人的に強化したいところ、テーマなどあれば教えてください。そうですね、まあ、強化というか、まあ、チーム全体でどうボールを動かすかっていうことをやっぱ、僕自身ももうちょっとこううまくこう、まあ、みんなを使いながらっていうのもやりたいし、まあ、自分自身ゴールも奪ったりとか、まあ、アシストもまあたくさんこう取れるようにこう前の選手とこうしっかりこう、まあ、イメージを共有するじゃないですけど、ことはやっぱやっていきたいですね。今シーズンもたくさん新加入が入ってまいりましたけども、はい、今年の雰囲気はいかがですか？いや、今年も、まあ、去年も良かったですけど、今年もすごい雰囲気良くて、はい、楽しくみんなでやってます。はい、その中で高橋選手の役割はどう考えてらっしゃいますか？まあ、役割というか、まあ、しっかりこう、ね、まあ、まあ、僕、まあ、キーさんとは長いんで、はい、まあ、そういう部分もやっぱ伝えられればいいと思いますし、はい、まあ、もう上に来てるんでね、年齢的にやっぱりこう 若手とかにはもっとこう、まあ、アドバイスとかも、まあ、いいアドバイスができればすごいいいのかなっていうのは、はい、思います。岸野監督と、まあ、一緒に来られた期間が長い高知選手にお聞きしますが、はいはい、岸野監督はどういう監督ですか？まあ、見た通りだと思うんですけど、まあ、本当に曲がったことがやっぱ嫌いですし、はい、もう本当こう、まあ、熱い人間というか、はい、もうやっぱ真面目っていうか、うん、まっすぐっていうか、はい、っていうのがやっぱもう本当イメージに多分みんな強いと思いますし、もうやっぱ気持ちをこうわって出す感じだと思うので、まあ若手は、まあ、ちょっとビビるかなっていうのはあると思いますけど、でもまあ僕はそれはそれでいいと思いますし、はい、まあ、でもやっぱね、岸さんらしさっていうのはやっぱそういうところだと思うので、はい、まあ、今年もまあそういう部分がまあ出るんじゃないかなっていうのは思いますけど、はい、一緒に岸野監督と共に喜びたいですよね。そうですね、まあ、一緒に、まあ、J1 に、まあ、サポーターの皆さんもそうですけど、まあ、全員でやっぱ J1 に上がりたいですよね。はい、それでは改めて、まあ、今シーズンの目標をお願いいたします。はい、まあ、本当今シーズンはね、本当一戦一戦、全員で力を合わせて全力で戦って、まあ、勝利をつかみ取るように、ね、しっかり、みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。はい、それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、これから1年間、長いシーズンが始まります。いい時も悪い時もあると思いますが、温かい声援よろしくお願いします。